杉並区議会議員補欠選挙に立候補した関口健太郎です。私は現在26歳です。働き方にも教育の格差にも貧困の問題にも若い世代ならではのリアリティを感じています。現在の政治は本当に困っている人たちに届いていません。誰もが安心して子育てができ老後を迎えることでできる活力ある杉並へ。生活の現場からこの町の抱える課題に挑戦したい。共に新しい杉並を作りましょう。